のキャスです。ということでですね、本日はこちら、トムラ焼きタレふりかけ。皆さん、焼肉のタレといえばトムラみたいな感じありますやん。それが、ふりかけができてました。知ってる人は知ってるかもしれない。俺シンプルにマジで知らなかった。いつぐらいからあるのか全然知らないんですけど、まあ、なんか普通にスーパーで買い物してたらあったんで、あ、これなんだ、これなんだこれと思って気になっちゃったんで、今回これを食べます。ということで、それやっていこう。じゃあまあとりあえずパッケージか見ていきますかね。宮崎牛パウダー使用。宮崎牛パウダーって何？卵を乗せて美味しさ。お好み焼き。ステーキチャーハンにって書いてある。ステーキチャーハンを知らないんだけど。絶対別々に食った方が美味しいだろ。なんだステーキチャーハンって。このステーキチャーハンもだいぶ気になるけど、それよりも、そのままでも美味しく召し上がりいただけますっていう表示の方が気になった。そのまま食うか。はい。食べまーす。美味しいよ、美味しいよ、美味しいんだけど、あ、ちょっと分量を考えた方がいい。焼肉のタレ食ってる感じする。あ、でも後味うめえな。このしょっぱさだけ超えれば最高にうまいかもしれない。デブは好きそうです。あ、ちゃんと美味しいな。マジで焼肉のタレをふりかけにしましたって感じ。あー、口の中ニンニクだ。明日女の子とかと会えないよこれじゃあ。予定ないんですけど。え、これうまいね。ニンニク入ってんのかな。マジでニンニクの味がする。すっごいニンニク押し寄せてくる、マジで。という、まあこんな感じです。とりあえず米にかけよう。米持ってこよう。ちょっと、はい、じゃあね、とりあえず、お米持ってきたんでかけます。おー、いいね。いいね、いいね。これすごくいいよ。どうだ？完成！いやー。美味しそう。あ、ニンニクチップあるね。これに、ほら、わかります？ニンニクチップみたいな。これか、ニンニクの正体。それでは早速、いただきます。あー！焼肉のタレかけて、飯食ってるわ。焼肉で、まあ、タレにつけました。ご飯にトントントンってやって食べるじゃないですか、お肉を。その後のお米ってめちゃめちゃ美味しいでしょ。そんな感じです。すごい伝わりやすかったね、今。天才。あ、俺これ結構好きかもしれん。いや、マジでこれ多分言うの2回目ですけど、デブは絶対好きです。うまいなぁ。それじゃあね、ちょっともうちょっと美味しくしたいなと思ったので、まあ、後ろ面に書いてあった卵かけご飯みたいなやつ作ろうかな。ドロー！モンスターカード！生卵とふりかけご飯をゲット！あ、やばい、ゴミ。はい。わぁ、これ絶対うまいわ。こんなんはうまいよ。トムラのふりかけをもうちょっとかけるか。僕の感覚としては、お茶碗一杯に対して、トムラをスプーンで4杯。このぐらいが、すごくいい状態だと思います。もうすでに美味しそうよ。お醤油チ料理。はい、これで完成。トムラのふりかけ卵ご飯。甘いね。甘くて美味しい。ニンニクの力強さと、焼肉のタレのちょっと甘辛い感じ。これはね、すごく卵かけご飯に合うね。なんで俺これ今まで知らなかったんだろうね。さらに、ここで、速攻魔法マヨネーズ！ぐるっと2周。絶対に美味しい。これ美味しくないはずがないんだよねって話。ちょっとテンション高いな。美味しくなっちゃって。あ、これうまいよ。信じられないくらいうまい。お子さんがいらっしゃる家庭の方、これ息子さん、旦那さんのお弁当に入れたら多分喜ぶと思います。マジでうめえよこれ。お弁当のふりかけにマジで入れてほしい。喜ぶと思う。俺が中高生とかだったら多分喜んでるもん。ちょっと試しに何も言わずに入れてみてほしいな。つい1時間前にパンパンの夜ご飯を食べたばっかりなんですけど、全然食えるわ。ごちそうさまでした。ということで、本日ちょっと短いかもしれないですけど、ちょっとやりたくなっちゃったんで、僕が。食べたくなっちゃったんで。皆さんぜひこれ買ってみてください。マジで美味しいから。まぁ、ちょっとアレンジレシピとかできればよかったんですけど、思いつかなくて、早く食べたくなっちゃって、ちょっと、短い動画になっちゃいましたけど、ぜひお願いします。ということで、これからも、宮崎のいろんな調味料だったり、食べ物だったり、紹介していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。まあ僕はね、宮崎県の
の。まあ毎回ね、あの案件とかじゃないんで、これを紹介してください、あれを紹介してくださいって言われて紹介するんじゃなくて、僕がシンプルに気になったものを紹介してるだけなんでね、そんなのも知らんかったとっていう場合は余裕であると思う。余裕であると思うんですけど、まあ改めて再確認という気持ちで今後も見てくれたら嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。